皆さまこんばんは本日はお忙しい中三井物産株式会社の説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございます私は本日進行を担当いたします加納内彩子ですよろしくお願いいたします本日は三井三井物産株式会社の IR 部長常代田麻呂さんよりご説明いただきます 常世田さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますえ本日はまず最初に常世田さんよりおよそ30分ご説明いただきましてその後皆様からお寄せいただいたご質問にお答えいただきます説明会全体の時間はおよそ1時間を予定しておりますまたご質問は画面左下にテキストボックスがあります随時ご質問を入力の上 質問を送信するというボタンをクリックしてくださいそれでは常田さん今日は個人投資家にわかりやすいご説明をよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、えー、皆さんこんばんはこの時間帯にもかかわらず、えー、ご参加いただきましてありがとうございます、えー、弊社の株主の約2割が個人株主様でして、えー、数にして約30万人おられます、えー、大変重要な存在です 本日は三井物産の会社概要から始まりその強み業績と事業計画株主還元方針などについてご説明していきますえ事前に数多くの質問も頂い,いておりますえそれらの質問にお答えし本日説明会中にいただくご質問にもできる範囲で回答したいと思いますえまずえ弊社三井物産の経営理念です ミッション・ビジョンバリューで MVV と我々呼んでおります、えー、今日はこれらの一つ一つについてはご説明はしませんが例えばビジョンの360度ビジネスイノベーターズはまさにえ三井物産の DNA であるえ挑戦と創造そのものもを表しています社員一人一人が地球規模で多様な事業に携わり弊社ならではの価値を創造します。その結果 企業として絶え間なく成長するそういったビジョンになります、えー、次に弊社の海外ネットワークですが世界中の各地に4万4千人の連結従業員がいますまたあの500社超の関係会社がございますそれらが各地のお客様やパートナー地域社会と連携しております 世界中に幅広いネットワークがあるんですね。まあ一般的にあのただその幅広すぎて総合商社と聞きますと何をやっていらっしゃるのかちょっとわからないというお声も聞くんですけれども具体的にどんな事業をやっていらっしゃいますか。はい。えー、弊社の事業領域は七つのセグメントに分類されます。えー、まずあの金属資源エネルギーの両セグメント ですがこれらでは鉄鉱石や銅原油ガスなどの上流圏域への投資をしております。例えば豪州の鉄鉱山の開発や液化天然ガス LNG って呼びますがそういった事業がございます。近年ではトレーディング機能強化により価格変動の影響を受けにくい事業の構築も進めております。うん、機械インフラでは 社会インフラえ例えば再生可能エネルギーも含めた発電事業を世界各地で展開しておりますまた近年特に好調な米州でのですね自動車事業などもこのセグメントに含まれますえ化学品ですがここでは工業用の原料や農業肥料等を幅広く取り扱っていますまた最近では水素アンモニア あるいはリサイクルなど環境関連事業にも取りり組んでおります鉄鋼製品では鋼材のトレーディングやこれトレーディング、まあ、いわゆる貿易ですけれども、はい、そういったトレーディング事業や自動車部品事業に加えまして最近では脱炭素社会をテーマにインフラ長寿化のためのメンテナンス事業などにも力を入れております。うん、次に生活産業ですが ここではあの穀物をはじめとするトレーディング貿易ですねあとあのセブンアイホールディング様との国内流通事業、うん、あるいはヘルスケア分野では海外病院事業などにも取り組んでおります、うん、最後になりますが次世代機能推進では情報通信金融不動産などの事業に取り組んでおりますここの特徴は全世界ベースで 横断的に総合力発揮を促すための専門部隊もあることです。えー、ちなみに、えー、それぞれの事業領域の収益レベルを一覧化しておりますので、えー、次のページをご覧ください。えー、ここではあの一つ一つについて詳細のご説明は省かせていただきますがもし追ってご質問とあれば戻ってきて補足したいと思います。 ありがとうございます、えー、グローバルに幅広い事業をなさっていることが分かりました具体的なところも少し分かりました、えー、それでは、えー、三井物産の強みについて教えてくださいはい、えー、弊社の強みとしてまず挙げられますのはやはり総合力です、うん、でこう言うと当たり前に聞こえるかもしれませんが弊社の特徴はですね部門間の垣根がとにかく低いということですはい で部門間の移動なども頻繁にありますので、えー、連携のですね、えー、議論が部門をまたいで、または国境をまたいでですね、日々活発になされています。そういった総合力発揮の事例として、えー、やはり LNG 事業のですね、えー、キャメロンプロジェクトをご紹介したいと思います。はい、でこれは米,、えー、米州というか米国のですね、えー、ルイジアナ州で、えー、天然ガスの液化設備を、 建設運営するプロジェクトです、はいえー、天然ガスを現地で調達しまして、えー、そこで製造された LNG をですね米国から世界各地に輸出しています、うんえー、この案件は4つの機能を組み合わせて実現したものですえっとまずはエネルギー資源の開発機能、うん、そしてインフラのですね建設運営機能 えー、生産された LNG を米国からですね世界各地に輸送する機能、うんえー、最後に商社の成りわとも言えるところですが、えー、マーケティング機能これら4つになりますうーんあの商社さんと言いますとこうそれぞれの部門が独立しちゃってるっていうイメージがあったんですけれどもこれはあの相互に垣根が低い環境で活発に連携の議論もなされてるんですね。ええ、その通りです、うん 次にですねキャッシュを稼ぐ力も我々の強みかと思います。右下のグラフですが基礎営業キャッシュフローの推移です。特に2021年3月期から23年3月期までの現在の中期経営計画の期間は新型コロナやロシア・ウクライナ情勢といった 予想できない事業環境の変化も出てきましたその中でもキャッシュを稼ぐ力を強化してきております弊社は鉄鉱石や LNG といった領域におきまして非常に競争力の高い事業を保有しております資源価格が紅茶の時にはそのそれらのアップサイド上振れ収益を取り組むことができますまたそれに加えましてこれらの領域の中でも 安定的に収益を稼げるインフラ型の自宅事業もございます。で、これらも伸びてきております。あと個々の事業現場での経営改善活動で収益力が向上しています。うん、その例としてはですね、あの地図の右下にある、えー、ペンスキーという自動車商用車事業、またアジアを中心に、えー、病院事業を展開して。 おりますこれは IHH という会社名になりますが、えー、また米国で,です、ね、飼料添加物を製造するノーバスという会社などが挙げられます、うんえー、次に3つ目の強みですがこれはやはり多様なプロ人材、えー、弊社にとって最大の資産はやはり人材となります、えー、冒頭のスライドで、えー、世界中の未来をつくるという 弊社のミッションをご紹介しました、えー、その道の専門性を持った人材が、えー、世界中の各地で、えー、パートナー取引先地域社会と一つになり、えー、社会課題を解決するために取り組んでいますあくまで一例ですが次に、えー、ご紹介したいと思いますはい 昔から人の三井と言われますからね、えー、興味があるところですそれではここで国内で森林事業に取り組む三井物産の社員を映像でご紹介いただきます気候変動という世界共通の課題に取り組む森林事業の現場で奮闘する姿をご覧ください近年気候変動への対応が 社会の持続可能性にとってますます重要になっています当社は2020年5月に温室効果ガスの2050年のネットゼロエミッションズ2030年のインパクト半減を目指すことを公表しました自社事業からの排出量を削減すると同時に広く世界の温室効果ガスの削減に貢献する取り組みを進めています その一つが森林事業オーストラリアをはじめ世界各地で展開するとともに国内に広大な森を保有しています三井物産の森は北海道から九州まで全国74か所およそ4万4千ヘクタールにわたり日本の年間木材需要のおよそ0.1%を供給しています。二酸化炭素の吸収量は 年間およそ16万トン蓄積量はおよそ1,000万トンに上ります長期にわたって社有林が持つさまざまな価値を発揮するためには適切な森林経営が重要です環境社会経済さまざまな面で持続可能な森林を守り育てる適切な森林経営を実施していることが評価され三井物産の森すべての山林で FSC ・ SJEC の認証を取得しました社有林から出た未利用材をトマコマイバイオマス発電所の燃料に使用していますバイオマスエネルギーは化石燃料に比べて二酸化炭素の排出量が少ないとして注目されています森林経営で培ったノウハウを温室効果ガスの削減につなげるべく J クレジット制度を活用した取り組みも進めています、J、クレジット制度とは温室効果ガスの吸収固定量を売買可能なクレジットとして国が認証し市場に流通させて資金を循環させることで将来の温室効果ガスを削減する取り組みを促す制度ですそしてこの J クレジット制度の仕組みで重要になってくるのが森林がどれだけ 二酸化炭素を吸収固定しているのかを正確に測量することです従来は人が実際に森林に入り森の広さや木の高さを人の手で測定していました当社が現在力を入れているのが航空測量によって得られたデジタルデータをもとにクレジットを創出するという取り組みです 日本全国で実際はクレジット化されていない部分がほとんどだったんですけども実当調査それに近いデータが取れるということが証明された航空測量大規模にクレジット化できるようになってくると森林が持っている価値というところを一気通貫で経済的な価値にしっかり変えていくと三井物産としては関係する省庁であったりにアプローチをしながらですね大きくその J クレジットの制度の変更につながることができたというのが大きな結果になっています。 木材生産ということだけではなくていろんな面で価値のある森にしていこうという方針の下でこの森を管理しています未来に向けてどういう森を残していったらいいのか新しい価値を生んでったらいいのかというのを考えていかなければいけない時期だと思います三井物産ならではの取り組みというところを模索する中で三井物産ホレスといような森林のプロフェッショナル でカーボンクレジットを修業に取り扱っているプロの社内のチームサステナビリティ経営を含めて事業の推進に思いを持って取り組んでくださっている方々徐々に徐々にこう社内で,です、ね、チームがつながっていって業界もまたいでプロジェクトを蘇生していくそして一つになって進めていっているというふうに思います私たちが今ですね持っているこの三井物産の森大切な宝物 森林管理の技術であったりデータであったりのノウハウをどういう風にこうはめ込んでいくとこのシステムがよりスムーズに流れるか気候変動に対応していくという中では本当に重要な プロジェクトになるというふうに考えています三井物産の森だけではなくてですね全国の森林で展開していくといろんな形で三井物産ならではのアプローチをしながら価値に変えてそして林業そのものをですねよりこう魅力的に明るいものにいうところにチャレンジしていきたいなというふうには思っていますいろんな人がこう賛同していくような未来が本当に来るんではないかなというのがやはり思いとしてあります三井物産は使命である 世界中の未来をつくるを実現するため、社有林での挑戦を日本に広げ、国内の森の豊かさを、気候変動対応につなげていきます。いかがでしたでしょうか。こちらでも、 あの社内のさまざまなチームがつながって一丸となって進んでいるというお話ありましたね。はい、そして広いんですね、うん、森。あ、広いです。はい。こんなにあってやっぱりでも森もこう木植えとけばいいっていうのではなくて経営なんですね。はい。ありがとうございます。うん、あの今あの加藤さんにもえっとおっしゃっていただきましたけど、えー、弊社がですね。 えー、日本国内で保有,し保有する森林なんですけれども、民間企業の中で4番目の規模になります。うんえー、画像でもあの案内ありましたけど、4万4千ヘクタールございます。えっと森林はですね、気候変動対応でも重要な役割役割を果たすと言われています。えー、弊社ではその道の専門性を持った人材が現場で、えー、活躍しています。 次にです、ねえー、現在の環境認識と、はい、今だからこそ発揮される弊社の強みについて少し,少しあのご説明します、はい 2> えー。2年半前の新型コロナに始まりましてここにきてロシア・ウクライナ情勢といった地政学リスクが顕在化しています。えー、加えてサプライチェーンの混乱インフレも進んでいるといった環境にあります。 それぞれについて弊社にとってプラスマイナスの両面がございますただ弊社のグローバルに分散されたネットワークと革紙、えー、素材関連で強い事業資産が多いということはいずれも弊社ならではの強みになります、えー、それぞれの現場で変化を先読みしてさまざまな工夫を講じておりますここでご質問をいただいておりますのでご紹介したいと思います え事前にも数多くのご質問いただいたんですけれども、気になるこのロシア・ウクライナ情勢です。三井物産では、ロシアでも LNG 事業などを行っていると思いますが、ロシア事業の取り組み方針について教えていただけますでしょうか、とといいうことですはいえーですね、決算説明会の時のちょっと、えー、スライドを使用させていただきますか。えーっと あとあそうです、ね、リリースの,時のえっ、ー、の3月4日のリリースのスライドですね。弊社は、えー、ロシアで,です、ねはい、サハリン2とアークティック2という2つの LNG 事業などを保有しています、はいえーで。ロシア、ウクライナ情勢を踏まえまして3月4日にです、ね、リリース分をお出ししています。で今、映しているスライドはそのリリースの内容です。 読み上げさせていただきますがまず弊社はウクライナの状況を深く憂慮しまして深刻に受け止めております、うん、この問題がですね早期に平和的解決に向かうことを願っておりますでロシアに対して国際社会が強調し制裁措置を取る中で弊社はそれらを遵守いたしますまたエネルギー分野で弊社が参画する在ロシア事業におきましては安定供給の 観点も踏まえまえして日本政府や事業パートナーを含むステークホルダーとも今後の方針に関して協議を続け適切に対応してまいりますなおロシアの LNG 事業においてロシアの格付け低下に伴う割引率の見直しを衆院にです、ね、この2022年3月期の決算におきまして209億円の損失を計上いたしました。また えー、損益には反映されませんが別途806億円の純資産の減少を認識いたしました、えー、今後もこうした会計処理も含めまして状況が変われば適時適切な対応をしてまいりますわかりましたありがとうございます えー、皆様ご質問がある場合は画面左下にテキストボックス欄がありますので随時ご質問を入力の上質問を送信するというボタンをクリックしてくださいえでは続いて業績についても伺ってまいりたいと思いますえ先月2022年3月期の決算そして23年3月期の事業計画の公表がありました業績と今後の見通しについて改めて教えてください、はい はいえー、まず2022年3月期の実績ですが、えー、コロナ需要おコロナ回復需要の取り組み、えー、資源価格の上昇や、えー、既存事業でのコスト削減等の取り組みによりすべてのセグメントで大きく業績が拡大しました、えー、稼,いだ稼いだキャッシュの指標である基礎営業キャッシュフローで1兆1,587億円投機、えー、利益で9,147億円と 過去最高益を達成しましまた特に商品価格が高値推移した鉄鉱石事業や北米を中心に好調な自動車商用車事業さらにサプライチェーンの混乱下においてグローバルな顧客や物流基盤によりまして化学品鉄鋼製品食料といった素材関連のトレーディング需要が大きく伸びました。次に2023年 3月期計画についてですが、前期比で商品失標がある程度落ち着くということを前提としています。ただ、自動車・あ商用車事業、発電プロジェクト、化学品・食料・ヘルスケア事業での好調な業績を見込んでおります。基礎営業キャッシュフロー9,500億円、冬季利益8,000億円という、以前から見るとかなりレベルアップした 収益水準を見据えております。うん、2023年3月期においても強みであるキャッシュを稼ぐ力、これをベースに株主還元と成長投資を両立してまいります。力強い業績と、そして事業計画ですね。ありがとうございます。えー、次にですね、えー、株主還元方針について、えー、ご説明ご説明させてください。えー、配当ですが。 二千二十三年三月期の年間配当額の下限として一株当たり百二十円としています。で、ちなみに前期は百五円、えー、その前の前前期ですね、えー、は八十五円だったものです。またあの先月、えー、公表いたしましたが、五月下旬から九、えー、月下旬の期間にわたり、あ、間違えました。五月の頭ですね。は五、い、月の頭から九月下旬の期間にわたりまして。 1000、えー、億円を上限とする自社株買いを実施中です、えー、3年間の中期経営計画の期間で見まして基礎営業キャッシュフローに対する総還元成功これを33%を目標に置いておりますで総還元はどういう意味かということなんですが、はい、配当と、えー、自社株買いの合計になりますで、えー、基礎営業キャッシュフローに対する、えー、総還元の割合として 33を目標にしています。で、普通あの総還元成功というと純、えー、利益に対する、えー、還元額という形で、はいえー、計算する場合の方が多いですので仮にこの基礎営業キャッシュフローを純、えー、利益当期利益に置き換えて純、えー、利益に対する総還元の割合を見ますとです、ね、現在の想定では44%前後になります。 あのその総還元成功33%が目標というご説明がありましたけれどもあの現在の,この120円の配当と1000億円の自社株取得で、えー、これで総還元成功が33になるんでしょうかえ、あのー、現在実施中のです、ねえーえー、自社株買い後でもです、ねはい、総還元成功は目標の33%には届かないと思います。しいまして 総還元成功33%の達成に向けてこれはもちろん今期の事業計画に比べて今後の推移がです、ね、予想通りに動くことを確認しながらではございますが追加還元も検討していく予定でございまます分かりりしたありがとうございます。 それではここからは中長期を含む成長戦略についてご説明いただきます特に事前の質問が多く寄せられましたエネルギーソリューションとヘルスケアニュートリションについてお願いいたしますはい1、えー、つ前の中期経営計画から、えー、環境と健康に力を入れてきました、えー、現在の中期経営計画でもこれを継続し エネルギーソリューションとヘルスケアニュートリーションに注力しておりますまた伸びゆくアジアでの取り組みを進めるためマーケットアジアもストラテジックフォーカスに加えておりますどれも単体のセグメントのみでは対応できるものではありませんので総合力を生かして取り組んでおります本日はエネルギーソリューションと病院事業を中心とする健康事業 についてご説明させていただきます、はい、まずエネルギーソリューションについてご紹介します過去から取り組んできました LNG 事業あと E&P という呼ばれます原油ガス開発事業発電事業これらの実績とですね蓄積してきた知見が軸になりますこれらの資産と専門性を生かして気候変動 という課題の解決に取り組んでおります LNG 事業ですが相対的に温室効果ガスの排出が少ないつまり環境負荷が少ないと言われておりますので脱炭素社会への移行期に不可欠とされていますこれを核としてバイオ燃料、燃料アンモニア、水素といった次世代エネルギー事業にも取り組んでいきます我々としては2050年の ネットゼロエミッションこの達成を目指しております次に次世代エネルギーとして特にアンモニアは注目されておりますので、はい、アンモニアの取り組みをご紹介したいと思います従来は肥料向けなどの用途が中心でしたあ最近はですね石炭火力発電の燃料としても検討されています日本での需要なんですが今は100万トン前後ですが 2050年にはその30倍の3000万トンに拡大すると見込まれています弊社は日本のアンモニアの輸入におきまして80%のシェアを持っておりますエネルギーや化学品といった分野での知見を結集しまして拡大する需要を取り組んでいきますアンモニア案件の具体的な進捗としましては既存の資産とネットワークを活用しまして 米国 UAE 西郷州などでクリーンアンモニア製造事業を検討していますちなみにあの水素についてもグローバルにいくつか取り組むを進めておりますここでの説明は割愛させていただきますがもしあのご質問とあれば後ほどご説明させていただければと思いますここでご質問いただいておりますのクリーンアンモニアにブルーとグリーンがありますが どののよううな違いいがあるのでしょうかはいえー、とどちらもですね、えー、CO2 を二酸化炭素を、えー、排出しない、えー、クリーンエネルギーなんですが生産過程において、えー、違いがあります、えー、でブルーアンモニアはですね天然ガスといった化石燃料ですねこれを利用をしますので、えー、生産過程におきまして CO2 が発生します。ただ えと生産過程でですね発生した CO2 を回収して、えー、圧縮して地中に埋めるとそういうことで CO2 を排出しないアンモニアとして、えー、生産するものです、うん、一方であのグリーンアンモニアですがこれはの再生可能エネルギーを使用した上で、えー、水水をを電気分解しして水素を生産します、うんえー、その水素を使ってアンモニアを生産するというものですここうすることで 生産過程においても CO2 が発生しないアンモニアを生産することができますなるほど分かりました御社の総合力を生かした壮大な取り組みになりそうですねえ、では最後にヘルスケアニュートリションについても教えてくださいはい。先進国を中心とした健康志向や医療費抑制ニーズの高まりに応えていくためにですね、治すいわゆる治療から 未病予防までまた対象者を患者から生活者まで広げたりえと思ってましてそれら取り組みによって成長基盤の構築を加速したいと考えております、はい、具体例といたしましてヘルスケア・ニュートリーションの核となりますアジア最大の病院病院グループであります IHH についてご紹介します。はい、2011年の弊社出資 以降ですね事業規模を拡大してまいりまして病院数病床数ともにアジア民間病院ナンバーワンの規模に育ててまいりました結果としまして例えばエビット DAE ビット DA と呼ばれます簡易キャッシュフローですねこれは2011年出資時の約5倍に拡大しております IHH の業績についてはですねコロナ関連需要に加えまして 集中購買などのコスト削減策の徹底などによりまして前期は過去最高益を達成しました、うん、これで私からの説明を終わらせていただきますアジアでこんな大きな病院事業を展開されているんですね、えー、と小枝さんこれで説明ありがとうございました最後に三井物産のメール配信サービスのご登録のご案内をさせていただきます ご登録いただきますと三井物産のウェブサイトに掲載される重要な案件の内容を公表と同時に自動でメール受信することができますお手持ちの携帯やタブレットなどでこのページ上のバーコードを読み取っていただくかウェブサイトの IR メール配信サービス登録画面にてご登録くださいそれではここから質疑応答に移りたいと思います ご質問は画面左下テキストボックス欄に入力の上質問を送信するというボタンをクリックしてくださいなおご質問は時間の許す限りお受けいたしますがお時間の関係などでお受けできない場合もございますことをあらかじめご了承くださいえそれではここからまず事前にいただいているご質問の中からいくつかご紹介したいと思います 世界的な社会課題として食糧問題があると思いますが御社の取り組み方針について教えてくださいというご質問です食糧問題あはい、えーはい、食糧につきましては今後3つのキーワードが重要になると思っております1つ目は世界の食糧需要の増加2つ目は需給ギャップ 3つ目はですでこれらのキーワードに対応するために、えー、照射機能が求められますそのため例えば食料海産物といったタンパク質、えー、コーン麦大豆などの穀物あと嗜好品になりますがコーヒーなどにおいて弊社の活躍の場があると考えていますさらに申し上げますと健康志向 環境意識の高まりへの対応は弊社にとっては新たな事業機会でありまして環境負荷を軽減した供給体制の構築を進めていきたいと思っております。えでは続いてのご質問です。アメリカでの御社の事業や取り組み方針について教えてください。はい、えー。弊社はですねアメリカに一兆三千億円の、えー、投融資をしております。 これは日本オーストラリアに次いで3番目のエクスポージャアの規模になります。うん、で弊社のちなみにですけれども弊社の投融資総額8.4兆円この約16%が、うん、あの米国になります。で事業といたしましてもエネルギー事業自動車化学品等多岐にわたる事業を展開しています。また歴史的に様々な領域での 貿易投資事業を展開していることから各業界のトッププレーヤーとも良好な関係性を築いております、うん、こうした企業とパートナーシップを組んだ事業を数多く検討しておりまして今後もですね米国での事業を強化していくこういった方針ですはい分かりました、えー、ではここからはテキストボックスに頂い,いているご質問にもお答えいただきたいと思います、えー、ではまず最初のご質問です 中国での戦略取り組み方針について教えてくださいということですはい、えー、中国はですねあのもちろんあの非常にあの大きなあ経済大国ですし、はい、あの今後の成長もお中長期的には大変見込まれるということであのかなり重要最重要取り組み国の一国でございます、えー、ただ我々の投融資の先ほどのエクスポージャーの金額で、えー、言いますとですね、はい 1700億円前後でございまして、したがいまして日本米国豪州と比べると、投融資のサイズとしては、うん、えっとまあ控えめというかあ小さい国になっております。で一方でですね、我々あのまあ我々最強の鉄鉱石事業を用意しておりまして、で,、ね、で例えば鉄鉱石の最大の需要国はなんといっても中国ですから、うんえー、そういったあの中国のへの投融資ではないんですけれども。 そういったあの鉄鉱石事業など他国への事業を通じてですね中国への中国の成長を取り組むとそういった体制はできていると思います。今あの中国はえとゼロコロナ政策であの経済先行きも少しえ案じられる状況にあるかと思いますがえ中長期的には必ず回復しますし我々としてはその回復をですねしっかりあの捉えられる。 アップサイドを収益につなげられるような、そういった体制を組めているかと思っております。なるほど、鉄鉱石を通してですね。はい。えー、では、次のご質問です。え、御社は資源に強いと思いますが、資源以外の事業で特にのべ、伸びている事業は何でしょうか。はい。えー、昨年の、さっきの二十二年三月期、の、はい、あの、業績、ご覧いただいてもわかると思います。 またあの23年3月期の我々の計画の数字をですねご覧いただいても分かると思いますがえ特にあの進,捗が進捗とか、進捗が著しいのはですね機械インフラセグメントあと化学品あとヘルスケア事業食料事業等々です。特には2023年3月期はですねあの全セグメントであの増益という実績となりました。 で例えば機械インフラ事業で言いますと特に22年3月期で良かったのはですね米国、まあ、広く言った米州ですかねそれの自動車・商用車事業です。うん、ペンスキーという、えーえー、パートナーとですね、はい、乗用車の販売事業や商用車事業に取り組んでおりましてそれ,それら2事業などのですね収益の伸びが大変著しく見られました。 アメリカ、自動車関連ですね、えー。それでは次のご質問に行きましょう。えー、御社ではさまざまな事業に投資していますがどのような考え方で投資案件を決めているのでしょうか投資の意思決定に関するルールや規律意思決定について教えてくださいということです。ははいい、えー、<laughs> 投資のの規律を保つというのは、はい 非常に大事なことだとだ考えておりまであの我々としましては投資基準というものがございまして、えー、例えば収益性ですね IRR と呼ばれます内部収益率で、えー、何パーセント以上まあ,あの我々原則として10%パーセント以上10%パーセント以上ということにしてますけれどもあとは、えー、と投融資保証収益率というものやですねあとリスクアセットに対する収益率,収益率といった、えー、と指標を用いております。うんうん それに加えましてあの投資した後のモニタリングに、えー、ROIC と言われます、えー、と投資した資本に対する、えー、と収益の割合ですねこういったものをモニタリング指標として用いておりますであのそれらですね指標のみで投資を管理するというわけではございませんで、はい、やはりあの人で見る部分というのも大事にしております従いましてえっ、ー、とあのまあ あのまあ、事業統括部とかですね、えー、フィナンシャルマネジメント財、えー、南部とかそういったの投資をしっかり見る部隊、えー、がいまして、うんえー、そういったところの数名がですねあの各投資ごとに、えー、かなり細部まで例えばあのエクセルシートって投資収益性計算するようなあの材料がございますけど、うん、それをセルごとにしっかり見たりで数名がちゃんとあの契約書もですね えー、ラインごとにあの読み込んだり、そういったあしっかり見ながら、ですね各あの投資委員会とかそういうところでですね、えー、議論を戦わせて案件を良質化を図っていくと、そういった取り組みを続けておりますああ細かく見るんですね、細かく、はい、議論を論を散々尽くすということがあの重要かと思っております、えー、では、次のご質問です。 ヘルスケア事業はアジア地域での展開ですが今後、他の地域でのヘルスケア事業の展開はお考えですかまた日本にも病院を作る予定はないのでしょうか、うんはいえっと、ヘルスケア事業ですがまずあの今の,の IHH というあのこれシンガポール、マレーシアがメインの地域な事,業事業地域になってますけれども,、はい、そ,こもそこでもあの例えばインドとかですね 例えば香港ですとかあとあのヨーロッパにもでにですで、ね、に資産があって事業展開しております、うん、IHH 以外の投資先という意味ではあの日本でもですねあのヘルスケア IT 領域などですでに投資実績ございますしあと米国等でもですね投資実績がいろいろございます。しいまして えとアジアに、えー、とどまらずですね、えー、全世界で我々の今の知見や i t h のプラットフォームを生かせるような伸ばせるようなところがあれば積極的に、えー、展開していきたいと思っております。で日本につきましてはまだ我々民間企業はですね、えー、病院に直接できるような直接投資できるような法、えー、体系にはなってございませんので病院に直接投資するっていう取り組みはあのできないわけですけれども。 そのの周辺のですね先ほど申し上げましたヘルスケア IT 事業ですとかそういったーサービス事業あるいは今後ウ,ウェルネス事業と我々呼んでますが先ほども少し申し上げましたが未病予防の領域ですねそういったところにも、うん、あのチャンスがあれば投資,し投資していきたいというふうに思っております。あの病気にななってて治すというののではなくてその前からの部分がヘルスケア プラスアルファみたいなことになってるんですね。あ、おっしゃる通りです。わ、うん、かりました。えー、では次のご質問です。モザンビークの LNG 事業はどんな様子になっていますか。今モザンビークなどができればとても良いと思うのですが。うん、どういうご質問ですか。はい、あのモザンビークのですね、うん、あの、えー、ご指摘の通り LNG 事業を,、はい、を開発中でして。 あの我々としてもあの大変期待ただあの、えー、そのプロ,プロジェクトサイトそのものではないんですけれども、うん、周辺地域にですね、えー、襲撃事件が起こりましてで現在建設活動を一旦ストップしております。すはい、これはのフランスのトタールさんともあの一緒にやって、まあ、オペレータート,トタールさんのですね、えー、にあのお願いしているプロジェクトなんですが。 えー、その、まあ、現地の治安状況が、ね、徐々によく,よくなっているとは聞いておりますがそこがです、ねえー、安全になってから、うんえー、再開するということで今しばらく、えー、モニタリングをするとあの治安状況ですね、はい、モニタリングするというあの状況にございます、えー、モザンビークについて伺いました。えー、では 続いてのご質問ですバフェット氏からのアプローチはありますかというご質問ですね。ええー、っと、<laughs> バークシャー・ハザウェイ社さんかと思います。それで、はい、あの投資されたですね直後に、あのこれはあの、オープンになってますけれども、あの手紙を弊社宛にいただいております。えー、その後もですね あの定期的に、はい、あのかなりあの上位の株主さんですからえっと定期的にですねあのまあアップデートの協議等はしております。うん、お手紙なんですね。続いてです、えー。多様な事業に取り組んでおられますが、事業間のシナジーなどに期待されている部分はあるのでしょうか。はい、えー、もちろんでございます。うん あの先ほどご案内しましたえっとアンモニア事業などでもですねエネルギー事業の知見とあと化学品部隊の知見これらを掛け合わせて両者がまたの垣根が低い状況にございますので協力し合って進めているということになります特にこれあの脱炭素社会への対応ということでエネルギーソリューション事業へのですね期待が高まっておりますが まさにこのエネルギーソリューション事業においては今までのわれわれが各部門,が部門でですね蓄えたノウ,ウノウハウとか経験がですね相互にこう相乗効果を生んでいく非常にあの典型的な例になるんではないかと思っておりますすやはりシナジー大きいんですね、はい、えでは続いてのご質問です。 総合商社として今後の社会的役割として御社の強みと今後の展望はいかがでしょうか。うんえー、総合商社として社会的,役割,社会的役割ですよね。うん、あのおやはり安定的基盤、はい、あの供給基盤、これやっぱり我々として、えー、できるだけ維持して、うん、またあの新たな えー、そういった基盤を築いていくというのはあの役割貴重な役割だと思っております。はい、それであのおお今後ですね、えー、やはりその地政学リスクが高まりますし、はい、先ほどまあ少し売れたことかもしれませんけれどもあとその中で、あのー、サプライチェーンの何て言うんでしょう再編とかですね ああ今混乱してしまってますけれども、はい、これからこうロシアの問題とか中国とアメリカの問題などを考えますと多分このサプライチェーンというのは再編していかざるをえないんでしょうね。はい、でそういった環境に、えー、おきまして、えーえーまあ、このコロナとか、えー、ウクラロシアウクライナ情勢がこう起きるまでのこ,このような状況になるまでのそれ以前の。うん グローバライゼーションが進んだ世の中では、えーまあ、あのかなりの会社さんがあ、えー、独自に、はい、あのかなり自由に、えー、いろんなところから、うんえー、ソーシングできてた例えば原料の調達でできた,たと思うんですね、うん、で今後あのそういったあサプライチェーンの混乱の中でやはりあの我々が果たせる役割っていうのがあ増えていくんじゃないかというふうに思っております。うん あの実際にあのそういったあご要望とかお問い合わせがあの非常に増えておりましてう、えー、こういう機会だからこそです、ね、我々としてあの知恵とネッ,トワークをネットワークを使うことで、うん、あの正があ増やせるんじゃないいかとそういう,ふうに、えー、考えております今まで以上にこう安全に安定して調達するっていうことが難しくなっていてその間を取り持ってくれる 商社さんの役割っていうのは、大きくなるわけですよね。ええ、あの、そのように、あの、感じております。わ、うん、かりました。えー、では、次のご質問です。森林の事業は海外でも経営しているのでしょうか。社有林の動画がありましたが、うん、森林事業や排出権での取り組み状況を教えてください。はい、と、えー、ですね、森林事業は。えー、先ほど、あの、ご紹介しました。日本、のですね。 えーまあ、第4位で森林持ってますという話に加えまして、はいえー、オーストラリア等でも、えー、展開しておりますうん、えー、でオーストラリアで,すではですねニューフォレストという、えー、と森林ファンド等の、えー、と運営会社がございました、はい、そこにあの数年前から、えーとおまあ、ジェネラルパートナーっていう、えーとえー、運営会社ですね運営会社にお金を集めてこう投資をする運営会社があるんですけれども、はい でこの度ですねあのそこにさらにその GP って呼ばれます運営会社の持ち分をですね買います計画のアナウンスをさせていただきましたこれにあの野村さんも野村証券さんの,あの投資部門もですね我々あの買いますことによって49%までーセントまで。 出資率を増やすんですが野村さんも新規に入って来られることで41%を持つと、うん、そういうことで、まあ、ジョイントベンチャーの形になりますがあのさらにこう展開を加速させていただき,といた,だきたいとあ加速させていきたいというふうに考えておりますで排出源につきましてはですねあの、まあ、日本でもあそういった取り組み、えー、開始されていると認識しておりますまた欧州等でも何年も前からですねそういった概念あ,のあります でえー、オーストラリアでも,で,もですね、アキきズといわれる排出権の概念がございます。うん、ただ、まだあのこれらあ、地域ごとにそういった概念がありますが、えー、と地域間の,です、ね、あの流通の体験はまだできておりませんので、うん、それはあの、まあ、将来、きっとそういう状況になるだろうと見据えまして、我々として先行的にいい、ね、いろいろ取り組んででく所存です分かりました。 えっと私からも一つよろしいでしょうか。はい、先ほどあのアンモニアについての取り組みを伺ったのですけれども、うん、この脱炭素への取り組みの中で水素というのも気になるんですけれども、はい、本社の水素への取り組みはいかがですか、ね。はい、あの水素も非常にあの注目している、えー、次世代次世代、えー、に燃料のですね一、うん、つでございます。はい、で我々としましては水素はですね短期的、えー、中期的長期的取り組みに えそれぞれぞ、えー、意識して、えー、取り組んでございます例えば短期的取り組みですと,、えー、とやはり川下といいますか、えー、と水素の供給ステーションに事業,事業参画しております、えー、例えばですねアメリカの西海岸といいますかカリフォルニア州ここはあのまあ水素の取り組み、えー、かなり進んでいる地域だと思うんですけれどもそこであのナンバーワンの地位を を持っております、えー、ファーストエレメントフュエル社というのがございまして主に商用車向けの水素を供給するステーションを複数箇所を展開している会社さんなんですけれどもそこにやはりあの20%前後ですね出資しまして、えー、事業参画しております。でまた同様の取り組みをですねニュージーランド他国でも展開しております。でまた中期的にはですね えー、やはり水素というとどううでしょうあの鉱,山鉱山機械ですとか、はい、鉱山向けトラック、えー、このあたりの大型の商用機器、商用トラックはですねやはり EV というよりは燃料電池車というか、うん、水素燃料電池車ですね、はいえー、それが向いているという,う分析もございますので、えー、そういったところにも参画できればと思って,、まあ、思っておりますしまた長期的にはですね あの水素の製造にもあの参画チャンスを伺っていきたいとそのように考えております。わかりました。ありがとうございます。えー、では次は女性社員比率などダイバーシティへの取り組み状況について教えてくださいということです。はい、えー。もちろんあのダイバーシティ＆インクルージョンということでですね。うん、またあの前回のええー、と決算。えーえー 説明会ではではすね、またディ d s アイズっていう表現もあるんですけどもそういった中にもですねあのダイバーシティの重要性っていうのはまた我々の,そのコミットメントですねそういうところはあのご紹介しておりますであの女性社員比率としては、まあ、連結ベースで見ますと3割以上が女性になってます、はい、でただ,ただ国内ではですね例えば女性の管理職比率ということになりますとまだ8%程度200数十名 になっておりますでこれをですね、まあ、25年までに、えー、と3年後ですけれども8%を10%にしていきたいとそういうことで会社とししてての方針を出しておりますでもちろんその新入社員の社員さんというか新卒採用っていうんですかね、はい、そういった割合で見ますと毎年まあ多少ぶれますけれども3割とか40何とかが、えー、と女性社員になっておりまして女性の,あのしかも総合職ですね。 そういった形になっておりますので、えー、特にあの最近の若手の世代ではです、ね、あの総合職、我々担当職と呼んでおりますけれども非常に女性社員のです、ね、比率が増えておりますすすそうなんです、ねえー、ででねは次市況が左右する金属資源エネルギーセグメントが利益の半分を稼ぎ出しています。 市況関連事業のボラティリティを安定させる方策はありますかそれはどのような取り組みですかというご質問です、はいえー、例えばあのエネルギー事業 LNG 事業などで言いますとやはりあの長期契約で、えー、結ぶことでボラティリティを一定程度安定,安定させるという効果はあ得ているものと思います。うん またあのどうしてもあのボラティリティあすべてですねあの、まあ、ヘッジというかあのしきれないあるいはしない部分もございます、うん、ただ重要なのはです、ね、多少のボラティリティが起こっても、まあ、経済性が保てるそういった資産を獲得すると維持するとそういうことかと思っております。 しいまして例えばあの弊社があ、まあ、最大収益規模を稼ぎ出します金属支援特にあの鉄鉱石の事業で言いますと、えっと、やはりあの既存資産のコスト競争力がです、ね、非常にあの低いと、まあ、競争力が高いとコスト構造があ、まあ、コストが非常に低いということで、えー、コスト競争力が高いという状況にございますのでやはりあの コスト競争力の高いコストの低いそういったあのアセットを維持する獲得するっていうのが重要かなというふうに思っております。最初の仕入れが問題ってことですか。あ、おっしゃる通りですね。うん、はい、あのそれもあおっしゃる通りでそのためにはやっぱり長年のですね、えー、パートナーやそういった長年そのまあ、こういった資源事業っていうのは世界であの強いプレイヤーという数が限られてますので。うん 長年のあのお,お付き合いで築いた信頼関係とか、えー、知見とかそういったものがあのそういった、えー、強い競争力を持つ資産を仕込むとか維持する上でですね非常に重要になってきますわ、うん、かりましたでは最後のご質問になります、えー、お時間が近づいてまいりましたので最後のご質問です、えー、御社の現在の株価に対するお考えについて教えてくださいということですはい、えーえー とですね、あのーまあ、おそらくあの個人投資家の皆様いろいろ数値とかですね指標をご覧に、まあうん、なることに慣れてらっしゃると思います、まあ、一般的なあの指標で、えー、言いますとですねあのーまあ、プライスブック PBR ですね、はいあのー 時価総額とあのネットワークの比率ですけれども純資産倍率、解散価値なんて言われ方もしれあそうです、ね、けれども、はい、でそれがわれわれは今です、ね、0.9倍ぐらいになっていると思います、はい、で、えー、日本の,そのプライム市場のです、ね、平均見ますとおそらく1.2倍ぐらいにわれわれは劣っているということになります。 またですねあの PR 株価収益率を見ますと去年の数字のベースで見ますとあの6倍を下回っておりますし、えー、今年の予想利益で見ましても、はいえー、6倍強と7倍に満たない数字になっております<ー>これは株価収益率で見ますとあの日本のおそらくプライム市場の平均は、まあ、20, 倍20倍前後ぐらいということになっておりますので えれと,としてはですね、あのーーまあ、何が問題なんだろうっていうよくあの議論しますけれども、うん、ま,あまずはおそらく今の収益レベルが、えー、果たして、えー、サステナブルに何年も継続できるのかと、うん、そういった点について、えー、まだ疑問に思ってらっしゃる投資家の皆様があ結構おられるんではないかなというふうに思います。 一倍は PBR1 倍割れというのは相当割安と言われる水準ですけども、えー、そうなっているのは先々についてちょっと心配されてるんだろうと。えー、特に PBR の低い理由なのかもしれません。はい、で PBR の低い理由につきましてはやはり ROE がですね22年3月期は18%程度あったんですけれども、うん、やっぱりあの、まあ、あのエクイティ投資のコストよりも。 弊社が長期的中長期的に稼ぎ出す ROE の水準というのがもしかしたらそれに満たない低いんじゃないかというお考えからですね、えー、そういったあの低い PBR にとど、えー、まっているというふうに思います。またもちろんえっ、ー、と成長期待がですね、えー、いただけるような成長戦略が持ててかつきちんと説明できればですね、うん、えっとそういったところも あの株価に反映されるはずですので、えー、まさに我々の I.R. 部隊のやまあ、やるべきことっていうのがたくさんあるのかなと、はいいうふうにあの考えております。わかりました、えー。まだ他にもたくさんご質問いただいておりますが、えー、そろそろ終了の時間となりますので、以上で質疑応答を終了とさせていただきます。 福田さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆様に最後一言ご挨拶をお願いします。はい。えっと本日は、えー、誠にありがとうございました。あの聞いていただきまして、えっと、私どもとしましては、えー、まあ開示を担当している I.R. 部隊であることもございまして、えー、まあタイムリーで誠実なですね開示を今後も続けていきたいと思います。 またあの株主の皆様からの声をですね、極力え私ども経営にフィードバックしまして、経営のですね、経営判断にえ生かせるよう努めてまいりたいと思っております。今後もですね引き続きご支援いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げます。以上で三井物産株式会社のオンライン説明会を終了とさせていただきます。 ご視聴いただきましてありがとうございました。えなお本日の説明会は後日楽天証券東シルの特集ページと三井物産のホームページ内で事後配信されますのでどうぞご利用ください。また明日6月3日にメールでアンケートを配信いたします。今後の参考とさせていただきますのでどうぞご回答をお願いいたします。 以上で三井物産株式会社の会社説明会を終了いたします。本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。